このボサボサの髪の毛をボールペンでまとめちゃいます。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、これを使ってみました。またボールペンです。しかもボールペンだけで今日はちょっとアレンジやってみました。ゴムとかピンとかもうそんなの一切使わないで、もうボールペンのみです。なので、まあ、家だったり、学校、あとオフィスで、本当に邪魔な時にパパッとできるアレンジになってますんで、で、やり方ちょっとコツはあるんですけど、もう覚えちゃったらめちゃめちゃ簡単にできるアレンジになってますんで、気になる方、よかったらぜひ覚えてみてください。それでは動画をどうぞ。まず後ろで全体の髪の毛をまとめていきます。まとめた毛先を少しだけ右寄り、こっち寄りに持ってきて、ボールペンを左側に沿わせますね。で、この毛先の部分をボールペンに巻きつけて、でそのこのボールペンも上に回転をさせて、毛先を少しこうかますというか引っ掛けるような状態にします。で、そのままボールペンをゆっくり回転させながら下に持ってきて、そのままグッと差し込むとしっかりと止まってくれます。こんな感じで仕上がりました。家とかオフィスとかでさっとまとめたい時に使えるアレンジになってますんで、よかったら参考にしてみてください。